長門湯本温泉長門湯本温泉の一王や山荘湯本観光ホテル最強長門湯本温泉は山口県長門市にある温泉山口県を代表する温泉の一つである正式名称は長門を監視内湯本温泉であり全国温泉大辞典帝国初印地図帳などには湯本と記載されているほか旅館組合の正式名称も 湯本温泉旅館共同組合であり、近郊において、長門湯本温泉と呼ぶ機会は少ない。ただし、戦術の湯本温泉旅館共同組合のサイトや、長門市観光コンベンション協会のサイトでは、長門湯本温泉として紹介されている。鉄道院編の温泉案内では、深川温泉として紹介され、長州第一の名湯だというと記されている。 温泉評論家の軍事じいは、公衆浴場、温湯に入浴し、源泉が、ややぬるめのまま利用されており感動した。名刀の名に恥じない良い湯である。https://allabout.co.jp/.ggc/.80457/.2/. との感想を記している。回装後の、温湯は純温泉協会により、 純温泉に認定されている。石川正夫著、本物の名刀ベスト100では、山口県で唯一選ばれ、第67位にランクインしている。温心川沿いに温泉街が広がる。大規模な温泉旅館が林立し、山口市の湯田温泉と並び、山口県を訪れる団体観光客の主要な宿泊地ともなっている。中でも、大谷山荘は、 日本温泉遺産を守る会により、温泉遺産に認定されている、h t t p w w w o n s e n i s a n c o m g e n s e n y a m a 山口 u c h h t m l 共同浴場は、温湯、冷湯の2軒が存在した。休業前の温湯は瓦屋根に、湯元温泉という、大きなネオンサインがあるのが特徴であった。 2020年3月に、温湯が、リニューアルオープンし、源泉が、岩盤から溢れる様子を眺められる、新たな浴場が利用できるようになった。温湯と、旅館、別邸温心は、松田忠則による、おすすめの宿共同湯200選にリストアップ、されている。また、別邸温心は、石井博子による、最高のスパに身を委ねる宿発見にも選ばれている。 温心川沿いの遊歩道と川沿いの公園に足湯が存在する。2014年に経営破綻した旅館後に星野リゾートが高級旅館、会を建設するとともに温泉号全体の再生に取り組むことで2016年に長門市と協定を結んだ。2020年3月に星野リゾート会長門がオープンした。平家湯は 室町時代の1427年である。当地にある大明寺の住職が住吉大明神の神託によって発見したとされる。平家湯土期に発見した源泉は現在も湧き出し所有も同時のものである。江戸時代には長州藩の藩主も当時に訪れた。近代になり、峰仙の開通、長戸湯本駅の開業で、 交通の便が良くなり、四角の数も増えたため、温湯、冷湯以外の浴場が開かれ、温泉地として発展した。日本各地に存在する湯本温泉とともに、湯本、湯煙五名湯という宿泊スタンプラリーを定期的に開催している。参加している温泉地は、温泉地は、長戸湯本温泉の他に、ニセコ湯本温泉、岩手湯本温泉、 岩瀬湯本温泉、岩木湯本温泉である。温泉成分湯本、温泉旅館共同組合公式サイト。純温泉、山口県長門湯本温泉、温湯、湯本温泉旅館共同組合の公式サイト内、お宿の一覧には2018年4月15日時点で12件が掲載されている。松田教授の温泉道。 感動の温泉宿百星のリゾートが温泉街、再生、山口、長門市と協力日本経済新聞ニュースサイト2018年4月15日、閲覧。長門湯本温泉とは、湯本温泉旅館共同組合公式サイト。ありがとうございます。